海上自衛隊のイージス艦を、すべて27年までに、巡航ミサイル搭載へ改修するとの情報をキャッチしました。今回は、海上自衛隊のイージス艦事情を詳しく見ていきますね。馬毛島の基地化も、急ピッチで進んでいます。ようやくここまで来ましたね。2023年3月27日、日本の岸田総理大臣は、衆議院の予算委員会に参加し、この中でアメリカから調達することを表明していたトマホーク巡航ミサイルの件について、その予定数量が400発になるとの見解を示した。これまで、岸田総理大臣を含む日本政府は、アメリカから調達予定のトマホーク巡航ミサイルの具体的な数量に関しては、その数量を明かすことで装備する自衛隊の次戦能力そのものを露見させてしまう可能性があるとして明言してこなかった。今回こうして、岸田総理大臣が、トマホーク巡航ミサイルの調達予定数を400発であると明らかにした要因の一つは、野党の立憲民主党などからの同ミサイルにまつわる質問が行われたことが、影響を与えたと考えられている。すでに、日本政府は、昨年末の2022年12月16日に、いわゆる安全保障関連の3文書を改定すると同時に閣議にて、その内容を決定させており、それらの文書に基づく形で、2023年度の防衛予算の中に、トマホーク巡航ミサイルの調達費用も盛り込まれていた。この2023年度の防衛予算の中に組み込まれたトマホーク巡航ミサイル関連の費用の総額はおよそ2113億円であり、これには同ミサイルの本体の費用のほか、付随する運用に必要な周辺機器をすべて含んだ金額であった。今回の衆議院の予算委員会において、岸田総理大臣自らが現在検討されているトマホーク巡航ミサイルの調達予定数を400発と公表したことによって、その1発あたりの単価は、およそ 5.28 億円ほどに相当することが明らかになったと言えよう。日本が調達を予定しているトマホーク巡航ミサイルは、アメリカ海軍でも、2021年から実戦配備が開始されている最新型のブロック5と呼称されているバージョンであり、その最大射程距離はおよそ 1600km とめされている。日本では2023年度の防衛予算からその大幅な引き上げを予定しており、5年後の2027年度までの合計でおよそ43兆円まで達する見込みだが、その中で用途、内容として重点が置かれているのが、こうした長距離ミサイルの整備である。今回、アメリカからの調達が予定されている、こうしたトマホーク巡航ミサイルに加え、国産の筆蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などの長距離ミサイルの配備を、喫緊の課題として組み込んでいる。こうした長距離攻撃が、可能なミサイルを、日本政府では、スタンドオフミサイルと位置づけて、その整備を進める方針を打ち出しており、敵側の防空用兵器の射程距離外からの攻撃を可能とする兵装として配備を急いでいる。このような長距離攻撃が可能なスタンドオフミサイルを自衛隊が装備、運用することによって得られる戦闘能力は、これまでは1950年代の米ソの冷戦初期に唱えられた敵基地攻撃能力という表現が、日本の政治の中では用いられてきたものだ。それは、まだ、大陸間弾道弾の黎明期、日本を攻撃しようとする国が、その弾道弾に液体燃料を注入することが確認されれば、その阻止のために、先制攻撃によって、それらが置かれた敵国の基地の破壊を行うかの否かという命題でもあった。これに対し、当時の鳩山内閣は、仮に、日本が、そうした状況下に置かれた場合に、
敵基地を先制攻撃することは、自衛隊の持つ自衛権の行使の範囲内であり、憲法が定める自衛のための戦争という内容と矛盾しないとの見解を示していた。すでに、今や、大陸間弾道弾の技術は、この当時の技術水準から、著しく進歩し、発射前に、液体燃料の注入などを行う必要のない固体燃料が主流となり、そこで想定されていた、敵基地攻撃の攻撃という、手法は必然性を喪失してしまっている。さらに、湾岸戦争やイラク戦争において、アメリカ軍は、当時のバージョンのトマホーク巡航ミサイルを実戦に投入したが、やはり、敵側の防空兵器等の重要目標の破壊に、効果を上げたとは言い難く、その意味でも、敵基地攻撃は現実的ではなかった。しかし、それは、トマホーク巡航ミサイル等の長距離攻撃兵器が、不要であるとの結論に直結するものではなく、単に移動可能な目標に対する攻撃は困難であったものの、当時に比べても、今のミサイルの精度は、さらに向上をしている。そのため、今のトマホーク巡航ミサイルのブロック V を日本が保有することの意味は、その長射程差ゆえにいざとなれば、朝鮮半島から中国の沿岸部までを攻撃範囲に収められる点にあり、まさに、抑止力としての効果に他ならない。トマホーク巡航ミサイルや筆蓋式地対艦誘導弾の能力向上型等のミサイルは、飛翔速度は、亜音速に過ぎず、長距離を攻撃する場合には、着弾まで時間を要することや、敵の防空兵器によって、迎撃をされてしまう可能性は、確かに否定できない。今年2023年頭に、台湾有事が発生した場合のシミュレーションの結果を提示して大きな話題を集めたのがアメリカの軍事系シンクタンクの戦略国際問題研究所 CSIS だが、そこでもトマホーク巡航ミサイル等の効果は認められている。ここで戦略国際問題研究所 CSIS が提示したシミュレーションとは、台湾をめぐり上陸侵攻を起とする中国に対し、台湾とアメリカと日本の現有戦力が、その侵攻を阻止するために持てる兵器を惜しみなく投入するという前提のものだった。そのため、そうした状況下となれば、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦すら、2隻も中国側のミサイル攻撃によって撃沈に至る可能性があるとされ、衝撃を与えたが、実際には、そうした可能性がある場合、アメリカ海軍は、航空母艦を交代させ、被害を防ぐだろう。注目すべきは、こうしたノーガードでの保有兵器の全投入を行う、有前提のシナリオにおいても、アメリカ軍の放つトマホーク巡航ミサイル等は、25% は撃墜されてしまうものの、残りは、中国の沿岸部に着弾すると見さされている点だ。これが、どのような状況下で、そうした想定となったのか、つまびらかにはわからないが、アメリカ海軍の水上戦闘艦や、攻撃型の原子力潜水艦は、そのすべてが、トマホーク巡航ミサイルを主兵装としているので、同時攻撃を行うことが想定されているのだろう。すでに、トマホーク巡航ミサイル等の亜音速の飛翔速度とは異なり、極超音速兵器と呼称されるミサイルも実用化が進む中、それによって、前者が意味のない兵器となったかといえば、そのような解釈は成立し得ない。というのも、高速なミサイルは高額であるが、故に多数を配備することが費用的に困難なことに加え、飛翔するに際して、大量の燃料が必須となるために、本体も大型化せざるを得ず、発射する母体が著しく制限されるという問題を抱えている。よって、アメリカにせよ中国、ロシアにせよ、少数の高速なミサイルと、
多数の亜音速ミサイルを組み合わせて、用途、目標に応じて、使い分けを行うことを想定しており、未だ、アメリカ海軍では、トマホーク巡航ミサイルを主力とする方針に変更はない。日本でも調達されるトマホーク巡航ミサイルの運用は、金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の計8隻のイージス護衛艦への搭載が予定され、これらの搭載する VLS、垂直発射艦への改修作業も今後実施される見込みである。また、海上自衛隊のイージス護衛艦は、現行の8隻から2隻を新造することが、2023年度以後の防衛予算の増額によって決定しており、イージス・アショアの代替を担うイージスシステム搭載艦も、別途2隻の新造が行われる。これらの新造艦にも、いずれは、トマホーク巡航ミサイルが搭載させる可能性もありそうだが、イージスシステム搭載艦には、ヒツフタ式地対艦誘導弾の能力向上型の艦載型を装備するとの情報もあり、続報に留意すべきだろう。